にちは。公演前の準備中でございます。ただいま今日は目撃者公演、お昼、今日昼公演だけなんだよね。昨日は出した、ありがとう。今日も素敵です、ありがとう。ストーリー見てくれてありがとう、メンションありがとう。MJさんありがとう。タータンさん、あ、めっちゃ可愛い、ありがとう。ロビーにいるよ。あ、そうなの、もうロビーにいるの、入るのかな。ね、セミの鳴き声ね、やばいよ本当に。お仕事何個か見に行ったことね、すごい。まさかこうやってお話できるとは。ワンデーだったらいいけどさ、1ヶ月とかなくしたら終わるよね。うん、効果厚すぎる。水分補給しっかりして、2列目の右寄り。なんかね、今日ファンの方席いい人多い。クロちゃんありがとう。プレゼント注文したの、ね、したので楽しみしててね。本当に？やった。ハーフアップです。今日はハーフアップ。ちょっとまだ後で前髪やる。めちゃめちゃ暑いね。会えるの楽しみ。嬉しい。嬉しい。次シングル。約束。 MK さんありがとう。髪切りすぎて、え、マジ？似合いそうだね、やっぱ短いの。貴重な女性村民、そうね。さえちゃん、さえちゃんのファンの方多いからね、女の子は。あの、絡んでくださるのは嬉しいです、ありがたい。アイリーがサイちゃんと仲いいからね、アイリーとも絡んでくれる女の子のファンの方もね、ありがたいです。ていうかほんまにバス停分かんなくて困ってます。バス停、バス多いからね、そうそうなんだよね、難しいよね。ちょお見送りで、はじめましてするね、はじめましてわかるのよ、すぐ。ダルさんありがとう。リハ終わった。台風どうなのかな。公園見ます。あ、そうなの。え、お、え、お疲れんちゃん。バスセンター、確かに、うん、そうね、センターは確かに。今日も明日も、あ、そ、いや、明日ティフっていうのやばいわ。わあ、明日髪型どうしよう。
何にしようかな。迷うね。下の。でも、巻きたいけど、なんかアイドルフェスでしょ。むずいな。アイドルフェスよ。ねるちゃん。長浜ねるちゃん。会いたいよ。どうしよう、何にしようかな。髪型野球団はもうそこ合わせじゃないですよもうそこ合わせだったら、でも台風の影響もなさそうで、あ、本当？じゃあ大丈夫だ。後ほどキャピキャピアイドル。巻きのね、ハーフツインかな。巻きのハーフツイン、あ、巻きかわかんないな。でもハーフツインか、巻きね、巻き。あ、でも三つ編みも好きだけど、で巻いてるのもでかい。本当？トマさん、ありがとう。そう、三つ編みもできるの、ちっちゃいのは三つ編みもね、できる。ありはあるんだけど、ふわふわハーフツイン、やっぱそうだよね。冷ましてもあるしね、むずい。ふわふわの方がいいかな。なんかね、ツンツンなんですよ。ツンツン仲いいからこそ、あの、そんなデレデレはできない大ちゃん、ありがとう。フライトね、もうなんかさ、そう、危ないよね。なんかさ、欠航とかになったりしたらさ、もうさ、めんどくさいよね、マジで。いろいろ変更が、飛行機って。本当になるべく予定通り飛んでくれないと。新潟ナウです。なんやって、わざと出る。どうしました、体調でも悪いんですかとか言ってきそうな中は別の村へ。なんだって、別の村へ。沖縄大変です。なんかすごい、本当にニュースで見たけどさ、本当にどうなってるの。かわいい今日の髪型。コンサート見てきます、またね。そうなんだ。
この味は誰が見たい、この味は全部見たいですよね。うわいいな、脱出できない。え、大ちゃんありがとう。車運転中に始まったやばい、ドライブ中に多めだね。車運転するあれが機会が多いってことよね。髪の毛はね、でも髪の毛が明るいからこそ、なんかあんまりメイクは濃く しないようにするというのを心がけてはいます。 ちなみにこういうなんかツヤツヤとか、ツヤを出してツヤを出すって感じでメイク自体はそこまで濃くしないという。ほら今リップ塗ってないので血色がないですが、全然ツヤをね大事にして、目とかのアイメイクはなんかそんななんか濃くはしないようにするっていう感じで言っております。アイチーのカラコンは、どっちか、おしゃもてトリコだっけな、おしゃもてトリコかも。波の入り脱出、何バスみんな助け、バスセンター6番のバスなら、だって6番へ行ってください。6番、怖いよねバスってマジ多すぎて。6だよ、6。皆さんありがとう、愛知に会いたいよ。私もですけど、会いに来てくださいよ。野球今日、そうだね、紳士や紳士でいてください。本当に そっか、今日ペイペイではないんだ。1日の公演当選したのでって、太田さん卒業公演、運上センターの時はペイペイだ、ナピさん駐車場余裕だった、そっか長蛇だもんね、本当に長蛇の列、あの車も14、ありがとう、乗り場見っけだって。
推しドリンクじゃない。もう推しドリンク飲んでないってね。暑いね今日も。94、あ、今日94だって。うん。紙ストローよ。推しドリンク飲んでないって飲みたいんだけど、ちょっと飲みすぎてたから、みんな。だからちょっと、もうちょっと、スタッフさんに作ってもらうの申し訳ないから、飲んでない。わざわざね、あいたちのためにうん、ごちゃまぜドリンク、すごいね。あと6日で500だよ。1500だって。自力した。おお、あれ可愛いよね。昨日の配信ちょっと何か重たい女みたいになったよね。絶対私最悪や。ちょっとね、気分がね上がってる時はそうなっちゃってるわ私。多分ちょっと「サマステの日が」あー、サマステの日か。眉毛染めてる。うん、ちょっとだけ脱色してる。2列目、重かった。だってくぅ、でもさ、重たいっていうか、やっぱその大事な人には私結構やっぱ重たくなっちゃう性質を持ってますね。だからファンの方もそうだけど、あ、でもなんかめっちゃもう親友とかこう仲いい超大切な人はやっぱ対してはそうなっちゃうんです。で、昨日はねちょっといい気分だったので疲れてたし、いい気分だったので、ちょっと陽気だったので、陽気なテンションだったので、嫌だ。パイオニアの巨頭顔、気分が重くなる。え、なりません、なりませんっていうか、普段のこの落ち着いてる時だったらそんな出ないんだけど、昨日はちょっとねご飯行ったのよ、公演終わった後に。そうだからちょっと気分が良くなっちゃってたんで、
H 会の話、 H 会の話 MC でちょっとしてたよね昨日。でも全員参加してないから、そう、全員ではしてないんだよね。来れない人もいたから、ナッピさん、ユーナさん、ディノ、あと誰だろう、それ以外のメンバーは来たかな。こんにちは。前髪さ、こうしたい、本当はね。でも前髪あった方が可愛いのかな、やっぱり。わかんないわ、本当に。絶対あった方がいいんだよね、きっと。まったりでかして、あ、そうなの？リノ、ナッピさん、ユーナさん以外は来たね。花、ありがとう。ツヤツヤで可愛い。ツヤツヤにしたよ。今日はちょっとなんかちょっとハーフアップでおしとやかな。どう？可愛い。ちょっとまだ後でアイロンするんですけど。可愛い、頑張ってね。ありがとう。次は メイクほぼできた。くー、あー、公演頑張るぞ。気持ちが入る。はい、12時半だから。どうでしょう、メイク自体は結構ナチュラルな仕上がりとなっております。でもこのハイライト、ここ、ここの、
このハイライト、鼻筋とか、まあ、お肌とかのこうツヤツヤ感はちょっと出しております。そう、色味は全然なんか、うん、まあ、チークをつけたりとかですかね。そういう感じになっております。そうで、まつげをしっかり今上げさせていただきまして、そう、それ以外はちょっと抑えめではあります。そう、髪色がね明るい分ちょっと毛ばくならないように調節しているという感じでございます。タタさん、かわいい、ありがとう。福清さんもありがとう。大ちゃん、タヤノ国さん、ありがとう。丸顔日本代表、夏でも色じゃさすがです。もう日がさして日焼け止め塗ってるからね。え、しばらく会えなさそう。やだ、嫌やん。DMM で見てるね。 DMM でもよろしくね。リチャキをいじってね、なんかリチャキっていじるっていうよりかは、なんかリチャキとかにそういう毒を吐いてもらいたいわ、マジで。なんかリチャキがさ、結構さ毒舌でもさ全然いいんだよ、いい気がするんだよね。ナッピさん的な感じ。ナッピさんもさ、鋭いこと言ってもさ、なんかナッピさんだからいいみたいなとこあるじゃん。だからリチャキもそういうタイプだと思うんだよね。なんかあのと声のトーンでさ、なんか尖ったこと言っててもめっちゃ面白いね。1月は今日がラスト。そうやね、そっか、そうだよね。丸顔同盟で、うん、こんにちは。前髪なし、なしはでもどうだろう。前髪、いや、あった方がいいね。うん、うん、丸顔になるから。まあまあ、跳ね返しそうで、うん、いじるとこが難しい。不思議ちゃんだから、本当に。マジで顔かわいいねって優しい。確かに、うん、無邪気な感じね。リチャキの純粋で無邪気な、そこが素晴らしいよ。確かに普段話して、うん、そうね。いや、話したりしてんだけど掴めないよね、まだ掴めない。小田さんとはまた違った変わってるところがあったり、小田さんもさ、よくさ、なんか宇宙人で、自分は宇宙人みたいで人間と会話できない時もあるみたいな言ってたんだけど、ちょっとはまたちょっと違う角度の、うん、不思議ちゃん、不思議ちゃん多いよね、ロッキス、サーヤとかも不思議ちゃんだし、不思議ちゃん、そう、ザーちゃんも確かに不思議ちゃんか、同じ部族。確かに谷川やったくさん、ありがとう。面白い。
ズッキーさん、かわいい、ありがとう。そう、そういうロッキーちゃんのね、ロッキーちゃん扱いをね、ちょっと私も習得して、うん、結構私は目撃者だとあのコテンパンにやられるんで毎回、はい、パジャドラあたりで、うん、ちょっと主導権握っていければいいんですけれども、目撃者はね、あの理想通りにいかないので、なぜかね、買い物って DM の待機中です。そう、まあね、あれ目撃者ではね、いじられてますけども、チーム H では、はい、けどももともとはいじるタイプでしたから、私いじる専門でしたから、そうそう、まあそんないじる、いじられ、いじられん、いじる専門で言ってたんで、最初はね、多分わかんないけど、いじる専門っていうか、なんか結構そうだった気がする。なんかいじられる機会はなんかそんなに多くはなかった気がする、昔は。警報で入ってからは結構ねねさんとかいじられ始めて、そっから今ではなんか、うん、そうなっていってますけど、そう、最初からいじられてるの、いや最初はなんかいじられたかったんだけど、いじられ方が分かんなくて結構悩んでたんで、そう、悩んでた時期がありましたね、結構。そうなんだよ。そう、でも今はそんな悩みもねなくなるくらい悩みました、いつの間にか。そう、だからまあいじれ、ロッキーちゃんとかいじるっていうか、そういう話をね、こちら側からね、こちら側から、あ、じゃあそういういろいろ散らかっても、えっ、ー、とやっぱり回収するっていうね、下野さんのような回収技術を、そう、身につけなければ。何もネタがなきゃ私をいじってみたい。あ、確かに。大ちゃん、ありがとう。ね、難しい、本当にさ、もう研究生の頃とかやっぱキャラとかで悩むからね、いろいろ。まあいずれかはね、自分の理想通りになっていくのが一番いいね。まあ、憧れの人は私サッシーさんなんで、そう、なんかレベチだけど、まあ、サッシーさんはね、なんかすごいいじられてたイメージあったけど、 AKB 時代とかは。でもどんどん3連覇とかして、なんかどんどんなんかもうオーラも変わってって、いつの間にかなんか結構こういじられじゃなくさ、もうなんかさ、トークを回してなんか結構先輩方とかいじられてたイメージあったんだよね、シャッシーさんとか。けどでもどんどんやっぱもう上になって、 HKT でもね先頭を走ってくださる感じになって、なんかなんて言うんだろう、こう他のメンバーをこう引き立ててたり、面白い
アシストがあったりとか、そういうね、なんかそういう私もやっぱいずれはそういう感じで、なんかアシストしていけたらいいなっていう気持ち。記者に無理に作っていこう。どうなんですかね、わかんない。でもちっちゃいからな、みんな。 MK さんありがとう。そしたらダンスも歌もすごい上手いタイプにならなかったからな。でもなんかそこがいいんですね、本当に。そこがいいよね。そう、そこがいいんだよね。でもそこがいいっていうか、ってことはなんかってことはもう個性じゃない、やっぱり。ダンスが上手ければいいってわけでも、歌が上手ければいいってわけでもなんかないっていうか、それもいいとこではあるけど、それプラスアルファが一番大事かなって思うかな。だからそのパフォーマンスはね、うまいに越したことはないけど、そう、私はねそんなに得意じゃないんです、そこまで。なんかパフォーマンス、歌とかはね、まあ、好きだけど、ダンスとかも。なんかパフォーマンスはなんかそのリッドチャームとかのような技術はないんですけど、まあプラスアルファでなんか自分の個性を大事にして、そう頑張っていきたいなっていう。大ちゃんありがとう。そうダンス、確かに空気を読む力、空気を読む力大事だな。空気を読む力、うん、とかいう感じで公演です。これから公演行ってまいります。トーク崩壊してるよいやいやいや、そんなことはないですが、まあ私はね、いろんなメンバーを引き立たせていけるよう頑張ります。ではランキングを読みます。13位、もかちかもさん。12位、なおさん。11位、たくんさん。10位、エルプリメロさん。9位、スミスさん。8位、ゆうつのばらさん。7位、やすさん。6位、MJ さん。5位、クロちゃんさん。4位、トマさん。3位、MK さん。2位、大ちゃんさん。あ、大ちゃん。1位、たたんさん。ありがとう、ぷくぴぐさん、ありがとう。行ってきます、もう行ってまいります。 DMM で応援します、ありがとう。ぷくぴぐさん、ありがとう。 DMM で見ててね、来れない方は、怪我気をつけます。アイドルの楽しみよろしくね。ラストの GMH、 そうなの、行ってきます、頑張るね。ありがとう、コメントしてくださった皆さんありがとう、ギフトもありがとう、見てくれてありがとうございました。では公演してきます、バイバイ。できます、来てくれる方は気をつけてコールをよろしくお願いします。たくさんみんなの、バイバイ。